広島県は導入を目指している宿泊税について、来週にも各市町と意見交換を行う方針を明らかにしました。これは今日の県議会で県が明らかにしたものです。導入を目指す宿泊税について、宿泊者から1人1泊あたり一律200円を徴収する案を示し、税収の使い道などを説明しました。税収が上がる地域とその配分、ここの難しさ、こういったことを考えるとですね、もう少し丁寧な議論が必要なのではないかなと。来週には県内市町ともこの素案をもとに意見交換を行う予定でございます。県は宿泊税による税収は将来的には年間およそ30億円と見込み、中山間地域へのアクセスを向上させるためのインフラなどを整備していくとしています。